はい、マスオゲームズでーす。はい、皆さん今回はですね、こちらスプラトゥーン2やっていきたいと思いまーす。はい、で今日はですね、ガチエリアやってるんでこちらに参加していこうと思うんですが、エリアパワーがですね、ただいま2478でございます。実はね、この週末に僕ね、エリアパワー2560から70ぐらいまで行きまして、落ち葉シューターの武器トップ取れたんですよ。奇跡的に。もう全然塗り替えられちゃってるんですけど、はい、ということで、まあどういう風にしてたまたま勝ったのかな、マジで運で勝ったんで、はい、どうやってたまたま運で勝ったのかっていうのをね、皆さんにね、ご紹介できたらなと思います。で、ギアがこんな感じ。イカ速、大仏で、まあ簡単に言うと、スピード上げて逃げれるようにしたって感じです。もう完全塗り戦、もう塗るで、バトルは基本的にはトーピードとバブルランチャーで戦う。で、本当に打ち合わなきゃいけない時は打ち合うっていうね。まあそういう作戦で、一応ガチエリアでも戦え、まあ戦えてるのかどうかわかんないんですけど、まあその腕前ガチエリアたまたま2560ぐらいまで行けましたっていうことですね。もうね、本当にね、キルしてないんですよ。だから結構ね、そのなんか、マスオが武器トップ取ったぞっていうのがなんかツイートで結構回ったらしくて、それでこうね、うわ、マスオよりパワーないとかもうやだわみたいなね、そういうコメントめっちゃこう なぜか僕に来たんですけど、いやね、はい、まあでも本当にね、キルしてないんで、戦績だけ見るとすごい戦犯プレイなんですよね。はい、ということで今回はまあどういう風に戦ってるのかっていうのをなんとなくお見せできたらなと思います。行きましょう。ただ本当にね、キルしてないから結構ひどいっちゃひどいっすよ、これ。でね、とりあえず塗る。あーれー、ごめん。まあね、塗るね。塗る。何が重要かって塗ること。で、今取られちゃったんですけど、今はロブにね、引っかかっちゃって良くなかったんですけど、これはね、辛いから逃げる。はい、逃げましょう。もうね、叶わないと思ったら素直に逃げる。そのためのね、イカ速なんで。で、インクが足りなくなったら逃げましょう。逃げましょう。しっかり逃げましょう。で、ボムを吐いて、ちょっと一回ここ取りたいですね。無理だ。一回逃げよう。よーし、確保。まあこういった感じでもう無理やりエリア取って勝っていくっていうか、まあ戦っていくスタイルっていうんですか、うん、っていう意味不明な戦い方で戦ってました。最初はこれ遊びでやったらこれどうなるんだろうなっていうぐらいだったんですけど、意外とこうやってみるとなんか楽しいなと思って、ただ塗ってるだけなんだよなと思いつつも。うわー、ごめん、ロボムに引っかかった。今バブル溜まってたからもったいないですね。もう一回無理やり取れたんですけどね、うまくいけばね。あ、ナイス。でも炭酸ボムラーが、うわ、雨か。今の雨引っかかるか。まあこんな感じ。まあうまくいってないですけど、今は かなり仲間に負担かけちゃっててね、申し訳ないなっていう感じです。ただね、あれですね、洗濯機は苦手ですね、これ。戦う。で、逃げる。逃げよう、逃げよう。ナイス。戦わないね。ひどいプレイだよね、割とね。よし、あぶねえ。これはナイスだ。今のは勝たないといけない場面でしたね。よし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 、上取りたいな。よし、上取って、逃げろー。今の逃げれるのやばくないですか。
で塗り続けると。あー今のは打ち方ないといけなかった。あはは申し訳ない。ただ集中してやらないと負けちゃいますからね。どんどん腕前ね、一回2500ぐらいから2400ぐらいまで一回下がった後、また2500に戻して、ちょっと今実況しながらやったらまた下がっちゃったって感じですかね。これ無理だ。間に合わなかったけど何とか取れたね。最低限で上取れてるからいいんじゃないかな。割とすぐ濡れるでしょこれ。よし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 、ちょもうちょい塗りたいな。で塗って塗って塗り広げて上取りたい。ダメか。よし逃げろー。とりあえずナイスナイス。やばくないこの戦い方。終わってるよねちょっとね。けい。よし、塗って塗って塗って。オッケー。はい、ということで勝てました。いかがでしょうか。おかしいでしょこの戦い方。うん、っていうので、ま、今はまあ勝てましたね。ギリギリ勝負なんですけど。で今みたいな戦い方なんで、もちろんキルは5です。これ取った方だよまだ。でキル5回なんですけど、うん、まあこういう風になんかたまたま勝てて腕前が上がっていってるっていう、そんな戦い方を僕はしてます。ですんで結構ね、本当に先般オッズとかね、あとははいタイヤリー、はい先般ってすごいねメッセージツイッター来るんですけど、まあしょうがないかなと思ってます。はい、まあどうなんでしょうね。やっぱキル取って勝つっていうのもすごいかっこいい。一番僕は本当はそういう戦い方してみたいんですけど、まあそんなにうまくもないんでできないんで、まあでもね違った形でこうねガチマッチ。あ、大丈夫です。はい。今アレンさんが編集しててさ、声入っちゃったってすごいびっくりした顔してた。まあそういった形ででもねチームのねためになれればまあいいんじゃないかなと思ってプレイしてます。はい、じゃあ次行きましょう。行くぞ。はい、エリアパワーは2210バッテラストリート。ただ安定して勝てるようになりたいですよね。もうちょっと打ち合いが強かったりすればいいのかもしれないですけど。いや打ち合いなのかな、どういうのがいいんでしょうね、わかんないな。でなるべくトピードは低い弾道で。あー無理か。いや今回はきつそうな気がする。炭酸ボム投げてる人いるんで、あれちょっときつそうなんだよな、なんとなく。あー相手の方があれだったか。ただ仲間が強い、ありがとう。嘘！なんで俺打ち負けたんじゃ今。やべえ、忍者ハイパーにやられている。忍者だなさすが。いや俺が下手くそなだけだ、申し訳ね。でさっきと違ってねちゃんと攻撃できてないですねこれはね。ちょこれはやばいな。一回スペシャルをちゃんと貯めて仲間と共に行きましょう。
一回取りたいけど、ここ勘弁してくれ、この炭酸ボムマ。本当になんかさ、ツイッターとかでさ、炭酸ボム投げてるだけの人がいるって見たけど、本当にああなんだね。あれちょっとやばいぞ。カモンカモン、よし、一回確保。あぶねえ。本当にまだ投げてんのかな。まあでも網暮らしああやって貯めるしかないのかな、場面的に。左サイドから来てる。でなるべく低めの弾道で投げることを心がけてます。相手が壊しづらいの。わあ、やられた。同じ戦い方ですね。で一人でエリア管理ができちゃうんですよ。だから強い。でちゃんと色塗って、オッケー。うーわ、やられた。そっちか、うまいな。でもこの人との1対1僕完全にやられてますね。うまいわ。オッケー、危ねえ危ねえ、下がい。逃げろ。危ねえ危ねえ。よし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 。オッケー、倒したでしょ。危ねえ、逃げて塗って、オッケー、塗って、とりあえずもうちょいここでリードしたいんですね。よし、リード、オッケー。これは壊す。よし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 。危ない危ない。で、一つ一つ壊して、ぬぅ。はい、ということで2試合目も勝てました。この試合キルほとんどしてないですからね。うん、何キル ?2 キルぐらいじゃないですか多分できたの。うん、で、これ仲間からしたらさ、あ、6キルは一応できてたのか。でも王冠だったらさ、もっとキルしろよってやっぱ思うじゃないですか、一緒にやってるとね。そうで、たまに本当に2キルとか、たまに0キルで勝ったりもするんですよ。だからやっぱね、ちょっとなんか数字的には美しくないから、なんか仲間に申し訳ないなって思いつつやってます。ということでラストいきましょう。はい、続いてガチエリアホッキフトいきましょう。どうかな。あ、王冠は僕のみ、あっちも王冠は一人。でもあっちキラーンって光ってますね。でね、洗濯機が非常に強いですね。対面するのほんと嫌です。てか対面したら逃げるし。でここはもうね、序盤最初塗っちゃう。で塗って、で炭酸ボムなどはこのこれで、よし、かき消す感じで。うっそー、倒せ倒せ。あー、うそー、ごめん、俺がやれなかったのか、申し訳ない。焦んないようにいきましょう。でボムラッシュとか結構来るんですけど、やっぱさ、シャボン玉って強いよね。攻撃にも防御にも使えるから、ありがとう。やっぱそこら辺は強いなって思いつつますね。で上からやってトーピード投げて、で一回塗っちゃって、あー無理か、塗りきれないか。どうだろう、やっぱキルしないとダメですね、この試合は。今から間に合うかどうか分かんないですけど、
この試合はキルしなきゃダメです。間に合うかな。無理だ無理だ。いやーちょっとやっちゃったな。負けちゃいました。ダメな試合はこんな感じで、多分こういう試合の時は僕ゼロキルなんですよ。申し訳ねえ。うん、王冠ついてるのに。もう一試合だけ行こっか。やっぱね、ダメな試合の例ゼロだと思う。ほらっていうね。だからこう難しいですよね。ちゃんと塗りで貢献できる時は塗りはできるけどキル出ないで、ダメな時は普通にゼロキルっていうね。うん、なるべくこのダメな時を減らすようにこう心がければもう少し腕前が上がるんでしょうけど、はい、まあしょうがないよね。はい、じゃあ最後、本当に最後いきましょう。はい、ということでガチエリアホッキフト。いやーでも洗濯機がいたらやだな相手に。お、相手は2人ハイプレーでしょうね。キルしなきゃいけないかな。でもキル心がけると弱いんだよな、ほんと。よし、一回確保して。いや、よし、よし、倒した倒した。これで十分、これで十分。まあちょっと、あーきついっすね、こうなってくると。で、今のプレイでもうね、自陣が壊滅的になっちゃうんで、きつい。こうなっちゃうとこのステージはきつい。ハイプレイだらけになっちゃって、あれをのハイプレイで倒せるとまた違うんでしょうけど、まあでも相手が突っ込んできてくれたからまだ助かったって感じですかね。ここで一回しっかり塗って、よし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 、でもう一回塗れるから、ナイス。でこっからのプレッシャーのかけ方なんですけど、これがね凶悪。で、左から始めるでしょ。うわ、よっ、うわー、リード取った。これさすがにやばいかな。ただ塗りまくれば、あー突発いける、よーし、ナイスね。全然自分の力じゃないでしょ。だからなんか本当にさ、なんか腕前もそう高くなったなっていうのはなんか申し訳ない感じ。でもハイプレとかはこれでプレッシャーかけていけるから、これでプレッシャーかけていきつつ、よし、どうだろう、ナイス。はい、ということで仲間のおかげで勝てました。いかがでしょうか。なんかさあ、どうしてもスプラトゥーン2ってほんとキル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 ってイメージなんで、まあなんかわかんない、多分限界が割とすぐ来ちゃうんでしょうけど、こういう戦い方もまあありっちゃありなんだよ、ありなのかもしれないなっていう、まあそういう戦い方をお見せできたらいいなと思って今日は動画作らせていただきました。まあ多分ね、月終わり頃になったら2200から300ぐらいに落ち着いてると思うんで、はい、うん、まあね、たまたまなんで、ぜひもし本当に気にしている方がいらっしゃいましたら全然気にしないでいただきたいなと思います。はい、ということでね、皆さん今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。うん、楽しいですね。以上、マストゲームズでした。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタン
よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。